はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがん熱しまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、先日のね、動画のでね、足がつった話の最後にですね、こむら返りが起きてる時間帯にですね、足がつるのが起こる回数がね、めちゃくちゃ多くて、もう生活に支障が出てしまう方っていうのは、他の重大な病気が隠れていないかチェックする必要がありますよとね、お話ししてね、まあ、それぞれの考えられる病気をですね、挙げていきましたけどもね、実はね、その他にも重大なね、病気がね、あったんですよ。それは糖尿病なんですよね。まあ、皆さん思ったんじゃないですか、今の糖尿病というフレーズでね、また糖尿病かよって、何かにつけては絡めてくんなとかね、無理やり関連づけてんちゃうのなんでね、こうコメントがね、寄せられてる気がするんですけどもね、これはね、僕が関連づけたわけでもなくてですね、調べたらほんまにね、気ぃついたらね、繋がってたんですよ。まあ、お話ししていきますとですね、まあ、僕がよくその足がつっていたっていうのは、そのまあ1年前のね、今頃なわけなんですけども、その時のね、血液検査でのね、糖尿病を表す、ね、数値である WT1 っていうのがあったんですけどね、それの基準値をね、ちょっとね、超えていたんですよね。そんなね、まあ、糖尿病予備軍だよとね、初めてこう突きつけられた時のことだったんです。でそこからまあ、どう頑張ってもね、まあ、この寒い冬の時期というのはですね、毎日のようにその夜にこう寝てる時にはね、その足がつってね、もうもがき苦しんでおりました。まあ、そのことからね、まあ、今になって考えてみるとですね、糖尿病の症状やったんだかなとね、思ったんですよ。そんなね、糖尿病やね、糖尿病予備軍とね、まあ、診断されてない人もね、もうね、その運動中とか、まあ、特にはなんですけども、まあ、普通に歩いていてもですね、足がつる経験をした人はね、少なくはないだろうと思います。これはね、ごくごく、ありふれた症状であるね、こむら返りというものなんですけどもね、その繰り返し起こす場合っていうのはですね、今先日もお話ししましたけどもね、病気が潜んでいることがあります。で急にね、こむら返りを起こすようになったとかね、まあ、週に何度も何度も起こしたり、とかね、寝てる時などにね、安静にしてる時でもね、もう繰り返す場合はね、ほんまに注意が必要なんです。でもまあ、ほんまに昨日も言い出したけどね、まあ、大半はね、心配ないんですよ。こむら返りというのはですね、痛みを伴うその筋肉のね、痙攣のことで、まあその主にね、ふくらはぎであるね、皮腹筋っていうのがあるんですけどね、そこに起こることが多いんです。まあ、でも僕の場合はその足首からね、つま先にかけてなので、皮腹筋というよりもね、ヒラメ筋、ここ後ろの方のこの下にあるね、ヒラメ筋というところで起こってます。運動してるときはね、運動した後などのね、他にはまあ寝てるときなどね、起こりやすくて、まあ、多くの人がね、経験する馴染みのね、深いね、症状なんです。まあ、ほとんどの場合はね、脱水によるね、まあ、一過性のものなので、まあ、病気とは無関係で、まあ、心配ないんですけどもね、これを繰り返す場合にはですね、思わぬ病気のサインの場合があるので注意してください。でそんなね、こむら返りはね、実は言うとですね、まあ、どのようなメカニズムでね、起こるかのはね、よく分かってませんけどもね、まあ、筋肉自体に原因があって起こる場合とですね、まあ、筋肉につながる神経がね、原因となって起こる場合に分けられます。まあ、例えばね、運動してる時にね、起こるこむら返りっていうのはですね、筋肉の疲労とかね、発汗などによるね、脱水でね、まあ血液中の電解質のバランスがこう崩れてしまってね、筋肉自体の過敏性がね、高まって痙攣するものなんです。そしてまあ冷えなどによってね、血行障害でね、筋肉に老廃物が溜まってしまって、十分なね、栄養補給をできてないこともね、引き金となります。で一方、その神経に原因がある場合っていうのはですね、何らかの障害を受けた神経が筋肉に異常な信号を送ってしまって、それで過剰に筋肉がこうキュッと収縮してね、起こると考えられてるんです。で糖尿病でね、こむら返りが起こるのは、ね、まあ、実はこのタイプなんですよ。血糖値が高いでしょ、糖尿病っていうのは。その血糖値が高い状態が続いてしまうと、末梢神経に小さな傷がピピピってついて、そこで刺激が起こるんです。
で糖尿病のね三大合併症の一つにね神経障害っていうのがありますけどもね、小村帰りもこの中の一つなので、糖尿病患者さんの多くがこのことに対してね訴えを持ってます。糖尿病でねその起こる場合っていうのはね、まあ、僕のように、ね、寝てる時とかね、その安静にしてる時に多いのが特徴でね、あ小村帰りかと思って病院を受診してみたらですね、糖尿病ですよっていう風にね糖尿病が見つかる場合もありますしね、その他に喉が渇くとかね、その多尿などのね症状もあればね糖尿病が疑われますのでね、これは内科を受診してください。そしてね糖尿病と同じようにね小村帰りが多く現れるのがですね、腰部脊柱管狭窄症っていうのでね、背骨にある神経を包む管であるねその脊柱管がねこうキュッて狭くなってですね、神経が圧迫されて様々な症状が起こる病気なんですよ。でそんな症状がね、まあ、50歳以降でね結構多く起こる病気なんです。そんなね脊柱管狭窄症患者さんに行ったね調査ではですね、約7割以上にこの小村帰りがね確認できてですね、しかも夜中に寝てる時にね起こるケースがねその中の7割以上なんですよね。まあ頻度ですね数日に1回っていうのがね最も多かったとね報告があります。脊柱管狭窄症の場合はですね、間欠跛行っていうのもね特徴的な症状でね、まあ、歩くとね足がしびれて痛くなるけどもちょっと休むとですね楽になるという症状です。小村帰りを繰り返してね間欠跛行があればですね、整形外科とかね特にね脊椎脊髄をね専門とする先生がいてる病院に行くのがねおすすめです。でこの他にもですね、女性に多いね甲状腺機能低下症でもね小村帰りを起こすことがあってですね、手足のね冷えもね訴える人ではね甲状腺機能低下症だったケースもね少なくないです。先日も言いましたけどね、小村帰りを予防するために効果的なのがね、つってしまう筋肉のそれで運動前やね、寝る前になどねストレッチをするといいです。で脊柱管狭窄症ではですね、手術後もね小村帰りが起こることがね多いですけどもね、まあ、日常的にねつりやすい筋肉をね十分にこうストレッチしておくなどね、あとラジオ体操でもね防げる効果があります。一方ですね糖尿病の場合はですね、血糖値のコントロールが一番で、血糖値が安定すると起こさなくなります。これからね、まあ、今もなんですけどね、こう寒さが増してくるとですね小村帰りを起こしやすいんですよね。でもし繰り返すようならばですね、軽視せずにねほんまに病院に行ってください。そんな感じでね、小村帰りの原因は糖尿病の可能性もあるよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。